舞台は生徒イエーイ、はい、精霊で休め第三大隊長入場大隊気をつけ楽しそう楽しそう楽しそう東大は楽しそうゆっくり食べないで、ゆっくり。ダメ、ジジ見るから。これは捨てるなんだすよ。ライヤー遠く行かないよ。ダメだよ。関係の舞台指揮官、入場。舞台、気をつけ。気をつけ。ほら、出し物置きじゃねえぞ。で、関係の舞台指揮官は、第24通過連隊副連隊長広田哲伊藤力沙であります太夫会野尻部長高橋俊彦様ありがとうございます。太夫会小林支部桑畑茂弘様ありがとうございます。上浦地区自治会長藤島報道様社会福祉法人時和会様なお本日お伝えされていますが海老野自衛隊公園から宮崎県防衛協会政務会エビノス部長中野恵子様防衛協会
女性部会小林支部員小林氏防衛金連盟会長吉藤陽子様防衛協会女性部会エビの支部林安江様にも贈呈させていただきました。以上で紹介が終わります。終わりね。最後ね。ここにからがある。もうなくなった。もうないな。関係官臨場舞台気をつけ。気をつけ。気をただいまから、エビの駐屯地創立42周年記念式典を予行します。歓迎団の登壇、歓迎団に敬礼。セロロロまもなく国旗が入場します。国旗通過の際はご起立をお願いします。舞台はスケケン。スケケン。スケケン。ご起立の上、壇上の国旗にご正対ください。国旗に対し、敬礼。舞台はこれけん。
ストライク。
沼真四郎様、衆議院議員古川仁志様代理、児玉輝人様、参議院議員松下俊平様代理、児玉蛍様、参議院議員長峰正様代理、竹野内勝俊様、海老名市長村岡隆明様、湯水町長池田上雄一様、宮崎県議会議員丸山雄一郎様、中小都市周辺市長議会の議長議員の皆様、内外数の来賓の皆様のご臨席を賜ったと思います。多くの地域の皆様、ご家族等のご来場いただき、海老名中間の創立42周年記念行事を4年ぶりに一般開催し、挙行できますように中小都市大臣を代表いたしまして熱くお願いいたします。皆様のご承知の通り、宮古島で我々の仲間が事故で亡くなり、未だ4人の行方が不明で、捜索が続いております。我々は一度早期発見を祈り、それぞれの役割を果たしてまいります。さて、海老名の駐屯地は昭和56年12月北海道東千歳駐屯地から第24軍艦隊の駐屯地に開設され、昭和、平成、令和を経て創立42周年を迎えたのです。これまでの一人に地元の自衛隊の軍団隊を含めて地域の皆様のご支援、ご協力、並びに歴代大臣として先輩皆様のご尽力のものであり、我々も現状に満足することなく、引き続き訓練で危機管理を行いながら、素晴らしいこの海老名駐屯地において任務遂行すべく日々連携訓練を重ね、信頼大臣者を相手に地域に信頼される大臣を中小の地域が並んで作ってまいります。また本日は一般教皇生のお母様方々もつつお見えになられております。今月に対して3週間からある84名の一般教皇生たちは一人前の自衛官である訓練に励み、日々成長しております。これまでの年齢成果の一端を後ほど直接ご確認いたします。さて、大臣所管承知の通り、日本の今の安全保障環境は不安定な状況です。我が国にとって深刻な脅威者に対し、一旦の長い状況を、また国内においても異常気象による大規模災害などで霧島連山をはじめとする活発な火山活動、近い将来必ず発生するであろう南海トラフ巨大地震等の備えが急務であり、防衛省自衛隊の国の自衛隊の関心は大きくなり、また我々の救助心臓が中心になされています。ご紹介いたしました。の職場でございます。挨拶に続きたしまして、第8スタンドの事故について一言を申し上げたいと思います。沖縄県宮古島沖における
ことの関係、現在6名の方が検査されておりますが、なお4名の方の安否がまだ確認されておりません。とても早い確認がされますよう、これよりお祈りします。また亡くなられた男女をはじめ、隊員皆様のご冥福をお祈りしますとともに、ご遺族の皆様方に深くお悔やみ申し上げたいと思います。挨拶を申し上げたいと思います。日比野中高の創立42周年、誠におめでとうございます。皆さんには日頃から地域と、あるいは住民の方との交流、そして何よりも災害とのご協力に対しまして深く感謝申し上げます。ありがとうございます。今日は父より祝辞を預かってまいりましたので代読させていただきます。宗教都市の各部隊におかれましては、長年にわたり地域に満ち足した活動を展開していただいておりますことに厚く御礼申し上げます。また海老の市民の皆様の自衛隊に対するご理解とご支援、ご協力いただきまして、近年、台湾海峡や東シナ海での中国による戦争活動や、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻など、力による現状変更の試みが、現実のものとなってきており、日本の今、安全保障環境がますます厳しさを増しております。一方、国内の街では自然災害が頻発してきております。さらには、敵地下に来ている中小の方が、昨年の方には台風14号により宮崎県内だけで被害総額が700億円を超えると非常に甚大な被害となってきております。こうした情勢のもと、自衛隊は我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つこと、極めて重要な使命を担われております。また先ほど申し上げましたが、災害発見における救助活動などの多大な貢献をされていることであります。まさに自衛隊に対する国民の信頼と期待はますます深まってきているものだと思います。エビの中東のにおかれては、そこを予備自衛官や自衛官候補生の訓練などをお知らせいただいておりますが、今後とも関係に続きようと良好な関係を続いていただくとともに、地域に満ち足した部隊として各災害における災害関係活動などを県民、市民の安全安心にも大きく貢献していただきますよう改めてお願い申し上げます。県連といたしましても、引き続き地元の皆様とともに自衛隊の活動を支え、いつ発生してもおかしくない地震や津波、火山噴火などの大規模災害などの対応強化に全力で進んでまいりますが、今後ともどうか皆様方のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。お済みになりますが、防衛中央の指定への復元した放送とともと、海老野中央のますますのご発展と、そして隊員の皆様の保健所ご活躍を心から記念申し上げ、ご挨拶をいたします。令和5年4月22日、宮崎県知事、おめでとうございました。本日は誠におめでとうございます。こっちにゃ。ひっくん、こっちにゃ。そこダメだよ、そんなしたら言うな。いいやつを。井上様、ありがとうございました。続きまして、宮崎県防衛省が、海老野の実情であります。海老野の市長、浦和高橋様。人が噛まないお約束。他にごめんねして。噛まないよ。
整列を進め。本日ここに極度の中央の知事創立42周年記念式典が盛大に開催されますことを心からお喜びを申し上げます。また大江連隊長様はじめ会員の皆様には日頃より市政全般にわたりましてご理解とご協力を賜り、この場をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。そして陸上自衛隊日比野駐屯地の隊員活動にお引っ張りましては、我が国の安全保障環境が厳しくなる中、強靭な抑止力を持って我が国の平和と安全を維持し、国民の安全と安全を守るという崇高な使命を果たされるとともに、国際平和維持活動や被災地における献身的な救援活動等においても大きな成果を上げられていることに対しまして、真摯な敬意を表します。本日4年ぶりに記念式典が通常開催され、これより関係団体とともにお祝いができますことは、自衛隊の街として自衛隊との共存共栄を図れる日比野駐屯地にとりましても大変ありがたく感じているところであります。また昨年10月に改定された防衛三文書に示されているように、近年の日本周辺の安全保障環境を踏まえますと、九州地方における防衛力の強化が必要不可欠であると認識しております。そのため、日比野駐屯地の増強に向けても、日比野駐屯地存在の継続問題における第24普通科連隊の復元及び日比野駐屯地全体の強化について、中央省庁や国会議員の皆様への要望活動を継続、持続的に展開し、各種講演団体や地域住民の皆様のご理解とご協力を得ながら、月が経ってさらに努力してまいりたいと思います。最後になりましたが、防衛連隊長様をはじめ会員の皆様には国防という重要な使命のもと、なお一層精進されますとともに、これまで同様地域に根ざした駐屯地として地域住民との触れ合いや交流を含めていただき、さらに発展されることをご記念申し上げますとともに、この日比野駐屯地記念式典のご盛会と本日ここにご出席の皆様方のご健勝ご活躍を心からご記念いたしまして挨拶をいたされます。本日は誠におめでとうございます。気をなんでか濡れたってやろ、押しどころだけでいいもん。車が空いてねば、ありがとうございました。第2紹介、舞台聖霊座目、聖霊座目、聖霊座目、ただいまご挨拶をいただきました方のほか、本日ご臨席を賜っておりますご来賓の方々を紹介させていただきます。恐れ入りますが、紹介されました方はお起立をお願いします。はじめに中央関越財のご来賓を紹介いたします。衆議院議員瀬川藤彦様、代理これでいくつになった？参議院議員、松下、新平様、代理、小田原、田中様。参議院議員、長峰、誠様、代理、竹野内、風俊様。行ってらっしゃるよ。宮崎地方検察庁、検事事政、井上一郎様。
きまして、関連内に向かって左側のご覧にも紹介します。小林市長、宮原、吉下様、代理、機関理事課長、南小学、広瀬様。宮崎県議会員、丸山雄二郎様、遊水長女、池上雄一様、海老野市議会議長、竹中一郎様、遊水町議会議長、狩谷良者様、何でビビらないの、もう大泣きだった。宮崎県大友会会長、三浦手役者様、ちょっと待って、ほらほらほら、自衛隊家族会宮崎県支部連合会会長、柳田明様。ねえ、タオル。僕はね、なん色がつくよるがね。いいこと、忙しい。宮崎県自衛官募集相談委員会会長、沢田慎吾様。宮崎県海工会会長、岩本光雄様。宮崎県庁危機管理局長、渡辺節子様。続きまして、関連財に向かって右側のご来賓を紹介します。第13代駐屯地司令、児玉健次郎様。第16代駐屯地司令、竹山雄一様。自衛隊宮崎地方協力本部長、黒子和也一等空佐。会場自衛隊第一航空司令、第211教育航空隊司令、山崎広人一等会社。入れた。政務方面直下連隊長第2、副連隊長安田剛二等理事長。第20代業務隊長福島邦彦伊藤理事長。宮
防衛事務所長町木和弘様。ちょっと第13警戒隊長代理副隊長山口正人担当空佐。おめでとうございます。海上自衛隊エビの送信所所長田本茂久担当海佐。このほか多数の防衛協力団体関係部隊のご来賓の方々にご出席をいただいております。本日の記念式典に多数のメッセージをいただいております。事実どうではございますが披露させていただきます。我が国の独立と平和を守るため正当な部隊を維持すべく日夜献身的に任務に励む隊員の皆様に心から敬意と謝意を表します。記念行事を通じご参加の皆様と隊員の皆様とのつながりますます強まりますことを記念申し上げます。参議院議員佐藤正久様、日の駐屯地創立40周年記念行事の指定会および日比野自衛隊講演会並びに駐屯地小林講演会のこれまでのご尽力に敬意を表しますとともに今後ますますの発展を祈念いたします。政府方面本制団長かねて久留米駐屯地で有村義治総理から。このほか同趣旨のメッセージをいただいておりますが、時間の都合によりご公明のみ披露させていただきます。政府公明システム通信委員長金子高橋総理から。政府公明防衛戦隊長野口健一総理から。第12通過連隊長羽根で国部駐屯地司令古川拓也一等陸佐。第42即応機動連隊長後藤真二一等陸佐。西部方面特化連隊長福島正則一等陸佐。第8方法原連隊長高橋健二一等陸佐。第8施設大隊長かねて仙台駐屯地司令山脇仁一一等陸佐。第8師団司令部副隊長上野康弘三等陸佐。ほか関係協力団体西部方面艦隊各部隊最先任上級総長および各駐屯地総遊会からメッセージをいただいております。以上で披露を終わります。なお頂戴いただきましたメッセージは本部大社1階中央ロビーに掲示しております。舞台気をつけ。ロケー歓迎時間の登壇もういいですよ。それは歓迎送信準備開発更新の開始でございます。